セフィーロワゴンはかつて日産自動車が製造していた3ナンバーサイズのステーションワゴンである。アベニールの上に位置するステーションワゴンとして1997年に登場。生産はセダン同様追い浜工場が担当。当時、一世を風靡していたステーションワゴンブームに便乗する格好でセフィーロをベースに2年弱という短期間で仕上げられた。 エクステリアについては、B ピラーまでは、セダンと共用で、リアドアや、ルーフも含めてそれ以降、専用設計としている。チーフデザイナーは後に、アウディ AG に移籍しアウディ A6 や、アウディ Q7 などのデザインを手掛け、その後、フリーとなった、和田里氏である。発表当時、短期間で制作された割には使い勝手や、完成度が高く。 特に境地でも荷物の取り出しが可能なガラスハッチやカーゴルームの広大さは高く評価された。また、ライバルの多くが普及版に直列4気筒エンジンを採用していたのに、対し、静粛性に有利な V 型6気筒エンジンを全グレードに搭載した上、セダンの上級機種にしか採用されていなかった電子制御、エンジンマウントを全グレードに採用していたのが、 大きなアドバンテージであった。4WD 化には、リアサスペンションの形式変更とリアフロアの設計変更が伴うため、モデル終了まで FF のみであった。また、同社は、同年代の C34 型ステージアと全く同じ、全長 4800mm だが、全幅は、ステージアより 15mm 広く過失フロアも低い、ため、歴代の日産製、 ステーションワゴンの中では最大の寸法と収容力を持つ。さらに当時のステージアには搭載されていない V 型6、気筒 3000cc エンジンも設定されていたため、当時はステージアと並ぶ最大かつ最高級クラスのステーションワゴンとして扱われていた。1997年6月2日、発表、発売。セダン同様。 全車に VQ エンジンが搭載され、グレードに応じて 2000cc、2500cc、3000cc3 種が設定された。グレード名は、セダンのエクシモ系、イニシア、S ツーリング系とは異なり、クルージング系とされた。全車4 a t のみとなり、パーキングブレーキもハンド式のみで、足踏み式の設定は一切ない。グレードは大別すると、 クルージングとクルージング G があり、後者は運転席、パワーシートや SRS 両席サイドエアバッグ、ファインビジョンメーターなどが標準装備であった。また、全車に16インチアルミホイール、専用グリル、カラードドアハンドル、オフブラック内装などを装備したスポーティーパッケージがメーカーオプションで設定されていた。 エアロセレクション1997年9月、オーテックジャパン扱いのエアロセレクションを発売。フロントサイドリアに専用のエアロパーツをまとっていた。ベースは20クルージングと25クルージングのスポーティーパッケージ。1998年1月、特別使用車20クルージング G パッケージを設定。1998年5月19日、紹介料。 塗装色、ディープワインレッドを廃止。同時に、セフィーロ誕生10周年を記念して、テンスアニバーサリーを発売。ホンガワウッドのコンビステアリングや専用デザインのアルミホイール、専用デザインのキーなど、通常のモデルでは、オプション設定すらない装備がおごられた。また、このモデルに限って、ボディ色は、ホワイトパールのツートーンや、ブラックも、選択可能であった。 ベースは20クルージングと25クルージング。VIP セレクションキット装着車両1999年8月30日、マイナーチェンジ。1998年にフルモデルチェンジした A33 型セフィーロに、習った丸型4等式ヘッドライトや新衣装のフロントグリルリアガーニッシュエンブレム、新デザインのアルミホイールホイールカバー。 グレート層のルーフレール、ボディカラーの入れ替え、エンジンヘッドカバーの全部分シルバー塗装か、新衣装のステアリングや、セレクターレバーを採用するなどを主として、エクステリアとインテリアの衣装変更に重点が置かれた。また、ゾーンボディを採用するなど、衝突安全性能も向上させた。ただし、それと引き換えに、SRS 両席サイドエアバッグは、全車メーカーオプションとなっている。 スポーティーパッケージは引き続き設定され、選択すると、前期の内容に加えて、木目調センタークラスターパネルが、ブラックウッド調に変更され、ヘッドライトのインナーハウジングが、チタン調に、そして、クリアランスレンズの色がアンバーとなる。なお、このマイナーチェンジを機に3リットルエンジン搭載の、30クルージング G と25クルージング、そして、オーテックジャパン扱いの、 エアロセレクションは廃止され、それらと入れ替わりで20クルージング G が追加された。またディーラーオプションで台湾仕様のフロントバンパーとフロントグリル、フォグランプコーナリングランプで構成される VIP セレクションというナノキットが全車に設定された。なお、セダンではブレーキング時に両側テールランプの各4灯点灯するが、ワゴンでは両側テールランプが 各二頭しか点灯しない。2000年7月、日産リバイバルプランによる、車種整理の対象とされ、ステージアや、プリメーラワゴンに統合される格好となり、生産を終了。2000年8月、在庫対応分が完売し販売終了。販売期間は全後期型を通して、わずか3年3ヶ月余りで、後期型だけで見ると1年と極めて短いものとなった。 モーターファン別冊第209弾日産セフィーロワゴンのすべてステージアは2001年10月のフルモデルチェンジ後 V 型6気筒 3000cc エンジンを設定マイナーチェンジでスカイラインと同じ V 型6気筒 3500cc が搭載されているただし同車はすでに生産中止になっているため日産製最大級かつ最高級ステーションワゴンは ステージアに譲っている。SRS 両席エアバッグは全車に標準装備。2リットルのみ15インチアルミホイール。ただし、後期は2リットルでも16インチアルミホイールとなる。セダンにも設定されていたが、ベースが20エクシモだったため内容は全く異なるものだった。センターキャップ以外は、インフィニティアイ30、リミテッドと同一デザインともに、 同時期に出た C35 型ローレル後期と同一デザイン。ただし、スポーティーパッケージに設定される16インチはデザイン変更なし。シャンパンシルバーは T31 型エクストレールアクシスで採用されているものと同一である。V62500 ツインカム24バルブ、V62000 ツインカム24バルブの周囲がブラックからシルバーになった。前期型も ゾーンボディコンセプトを採用していたが、自動車事故対策センターの定める最高基準、AAA を獲得できなかった。そこで、それに多用すべく後期型では、衝突安全性能を強化した。16インチアルミホイール、オフブラック内装、カラードドアハンドル、専用グリル、本比較ステアリング、25、クルージングスポーティパッケージとしての継続設定は、あった。 セフィーロワゴンのカタログ、リクルート株式会社、2020年1月18日閲覧。セフィーロワゴン、リクルート株式会社、2020年1月18日閲覧。ありがとうございます。